宝地第5回ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。アフタートークの時間でございます。じゃあ改めて今回のゲストはグッツボさんです。はい、グッツボです。どうも。濃いエピソードの数々をありがとうございました。いやもう本当にめちゃめちゃ出すつもりなかったやつまでね、なんかコメントのせいでボロボロ出ちゃって、なんかやっぱね僕たちの中にあったあの人格者グチツボはやっぱ音を立てて消え去っていき、瓦解していきましたね。新たに現れた狂犬悪ガキグチツボが、そうやろうだったよ。本当にあもう否定できないですからね、もう。いやそうでね、やっぱあのハッシュタグ宝地でいろんなあの回感想とか質問とか寄せてくれみたいなあのこといつもやってて、はいはい、まあ、それ集めてるんですけど、あの話話してくれ、この話もあるぞみたいな、もうね出来上がってエピソードトークが山ほどあって、それを拾ってほしいっていうね感想が、はい、みたいな思いね、うん、集まってるんですよ。で、まあ、そのクソ野郎のエピソードの中の一つに教授をからかってたって話があるって聞いたんですけど、何これ、何ですか、これ。うわすごいね、大で気になる、これ切っちゃいますこれ。次回残しておかないと大丈夫ですかこれ。いやこれちょっとこのカード切ってもらっていいですか。あ、じゃあ動画で切ってもらいましょうよ、これ。すいません、お願いします。このままモヤモヤしたまま、いやモヤモヤしちゃう、もやもやしちゃう。何教授をからかった話って、からかってたってわけじゃないんですけどね別に。なんかあの授業中とかってあの机の下でスマホとか BBS とか あるはい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 、ゲームやったりしないですか。いやめちゃめちゃするし、めっちゃするあと取り上げられたことも何度かしばしば、はい、あるあるあるよね。あれなんか前から見てるとすごい分かりやすいらしいんですよ。あ、そうなんだ。はいはいはい、あなんか視線がね変な方向いてるっていうね。そうなんですよ。でも取り締まるためには現物やってるとこ見つけないといけないやつか、教授。はい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 、はい、そこに付け入る隙があるんですよ。でどういうこと。やばい気がするぞこれ。なんか嫌な予感するね。嫌な予感する。やばいことはしてないんですけど、うん、あのなんかあのノートとかの切れ端にわざわざの 3DS とかの絵を描いて、うん、下で操作してるようなポーズを取るのね。ポーズを取るんですよ、うん、そしたらもうまんまと教授がずかずか歩いてくるんですよ、机の間で、教授がなんかもうやっぱ見るじゃないですか、うん、やってんだろうなと思いながら、はいはいはい、でもいざ見てみるとなんか紙なんですよ持ってる。で、罰の悪そうな顔した教授が、うん、まあ、もう一回教壇に帰っていくときに、うん、外れーっつって。やばい、そういうことをやっ、でも本当にそういうことをやってたこともあったってだけで。外れちゃうねん、おい。教授でバッツリすんな。紙の 3DS で巻き絵すな。やばい。これも、あの、クソガキ時代、ね。疑似絵。完全に。でも教授っていつぐらいの時なの、はい、高1か高2でしたか、ね、高1やもん。そこそこよ、そこそこ。まあまあまあ、それから10年経ってますから、今は。そんなことしないですよ、これは。うわぁ。なんかやっぱ、あるじゃないですか、ちょっと厳しい先生って敵みたいな、はいはいはい、そういう認識ないですか、やっぱ。いや、わかるよ、高校生の時とかね。そういう時になんか一発かますと、やっぱ周りからなんかね、やるーみたいな。そうなんです、そうなんですよ。やるねーみたいな。でも全然それも2回しかしてなくて。2回もやったんだ。2回やったんだ。スマホと 3DS なの。2回引っかかったの？ 2パターンやりました。2回引っかかった？ 2回別の人でしたけど。やっぱ刺さりますね、これ。怒られはしない、そういう先生。呼び出されはしました。ちゃんと、ちゃんと部屋に呼び出されて詰められました。やんない方がいいです、これは。そりゃそうだよ。誰もやんないよ、そんなこと。誰もやんないですけど。やんないよ。あ、でもあの、放送でずっと出てて、みんな多分気になってるのは妹バレの話。うん、ああ、そうね。妹バレですか。うん、あの昔、あの、自分は実家で配信してたんですよ。はいはい、Twitch 始めて1、2年ぐらい。うん、実家で配信してたけど、まあなんか特に周り家族誰も何も言ってこなかった、うん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 、で最近妹の引っ越し手伝って、うん、なんか駅からその引っ越し先の家まで歩いていってる途中に、うん、そういえばなんだグッツボって名前でなんかどう YouTube やってるよねって言われて、カミングアウト、えなんでって、うんうんうん、いつ知ったのって聞いたら、なんか実家で配信してる時に、うん、トップ4の方々、関連動画に、はいはいはい、あの、愚痴壺の DVD 動画出てきたんですけど、かっこいいバレ方、かっこいいね、かっこよ、何それ。いざ開いて声聞いてみたら、あれなんか隣の部屋から聞こえてくる声と一緒だった、お兄ちゃんじゃんってやってたらしくて、かっこ実家の時からずっと知ってたらしくて、最近言われたんですよね。へぇ、でももう
家族全員知ってて、もう今は、うんうんうん、あの YouTube とか Twitch の配信の感想があの母親から主に LINE できますバレ方かな、ちょっと気に食わないな。俺は俺もトップ4の関連乗せてくんねえな。いやそうね、どうする、妹さんも実はやってたら YouTube。 いや逆に、いやでもグッチが気づいてないだけでやってるんですかね。なんか最近カラオケ一緒に行ったんですよ、うん、家族で、はいはいはい、そしたらなんか妹の歌声がマジでもうなんかめちゃめちゃアニメ声で、もういるよ、バーチャルの世界いるかもしんないよ、まず VTuber やってんじゃねえの VTuber おかしくないですよこれやっぱ VTuber で歌ってみた配信とかキャピキャピでやってるかもしれない。歌ってみた配信はやってないです絶対。音が一つも合ってなかったんで本当にびっくりするぐらい合ってなくてやめなさい、それ妹さんも聞くかもしんないやめなって聞いてるかもしんないだから、お兄ちゃんも声はアニメ声だけど音は一つも合ってない、多分一つも合ってなかったです。あとね、いやそう、マットメイトの話も聞きにはなるんだけど、なんかマットメイトの話って言われるとアマスなのかなって思っちゃうけど、いやなんかこれはしょぼすけがアマスをもっと作ってたじゃないですか。はい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 。でなんかしょぼすけが狂信役職の名前募集しますって時に、うん、なんかそのリプライの中に狂ったクルーメイトってことでマットメイトとかどうでしょうってリプライが埋まってんのに気づいて、はいはいはい、えこれ絶対マットメイトが一番かっこいいじゃんって思って、あのしょぼすけに、まあ、直談判しに行ったら、まあ、マットメイトにあ、マットメイトの生みの親って、マットメイト作った人？あ、でも生みの親じゃないんですけど、リプラ送った人だけど、はい、だ推薦人的な才能を見出したのはグッチだったってこと？そうなるのかわかんないですけど、そこではそうでした。グッチさん、ケンシなんかもう自分のものかのようにずっとマットメイトマットメイトって言ってるけど、言ってる言ってる。グッチに使用料払わなきゃダメだよこれ。ちょっともらってないですね。いやそうだよね。じゃあもうポップアップストアの売り上げ全部上げますあーやったーそんなにかまあでもマットメイトってのをまあ思いついた人がもちろん一番すごいんで、そうね、うんうん、いやちょっとさ、どうしてもグッチのもう今あるエピソードがもともとあったものばかりさ、ちょっとやっぱ教えてもらうことになっちゃうからさ、はい、やっぱ少しでもなんか初めて聞いたみたいな話をねこう聞き出せたらいいなとは思うんだけど、でもアルバイトケーキ屋さんやってたって本当？あーやってましたね。え作る側？何作る側です。え、ガチじゃん。洋菓子工場なんですけど厳密には、うん、まあ、ケーキとかラングドシャとかシュークリームとかを作ってたの？ちゃんと作ってたの？作る側のまあ一工程というか、パティシエじゃん。 3,4 人ぐらいが一つのお菓子担当するんで、なんで工程を担当するぐらいの感じです、ね、なんでケーキ屋さんで働こうと思ったの？あ、でもそこにあったからじゃないですか。山と一緒何それ山と一緒じゃん言い方そんなことないでしょ、別にいろいろ働ける場所あったでしょコンビニだってあるだろうし。いやでも接客とか嫌で、はいはいはい、できるなんか中でできることがやりたかったんですよね。じゃあなんか、はい、ちょっとなんかねぐちくんなんか甘いもん食べたいなとかって言ったらさ、はい、あいいっすよとかって言ってこうパーってケーキとか作れるってこと？あーケーキは作れないですよ。作れないですよ、はい、なんでそんなあのケーキ作る1工程ならできますけど、ちなみにどのポジどこは作れる、何だったっていうの、はい、じゃあケーキの場合ですね、はいはい、ケーキの場合だったらあの丸いケーキの型あるじゃないですか、はいはいはい、あれをなんかナイフみたいなやつで削るんですよ。はいはいはい、ガリ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 、うん、削って油塗るんですよ。はいはいはい、はい、油塗ってで、うん、紙をね巻くんですね。はい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 、はい、そこまでいけます。そこまではグッチタントでできるじゃん、はい、そこまではいけます。それあとはお願いします。ケーキじゃねえもう。そっから次の工程のバイトさんに託すしかないんだ。そうですね。生クリームはちょっとやっぱ越権行為なの、グッチ的には。あ、そうですね、越権ですね、だいぶ。あ、そうなんだ。ラングドシャとかだったらどれ？あ、ラングドシャ作ってグッチって。ラングドシャだったら、うん、あの冷凍庫でラングドシャの元みたいなのが冷やされてるんですよ。まずそれが必要なんだね。はい、はい、まず冷やされてます。まず冷やされてて、はいはい、でそれ寒すぎて紙に貼り付いてるんですね、冷凍庫で。はい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 。それを一個一個剥がして、うんうん、別のなんかトレーみたいなのに並べて焼けます。だからその冷凍された元があれば一応そこまでは持っていけると、はい。あ、そうですね、そこまではいけるんで。はい、じゃあシュークリームちょっと。シュークリーム食べたい。シュークリームはやばいっすよ。マジで。シュークリームはガチで得意なんで。グッチくんシュークリーム食べたいって言われたら、はい、まあ、シュークリームもまずあの、うん、冷凍されたやつが、まずそれがいるのよ。まずそれが必要なんだよね。まずここまでは、はい、ここまではいるのね。はい、それ剥がすじゃないですか。はいはいはい。
焼くんですよ、オーブンで、はいはい、それをもう一回トレンドさせました、うん、じゃあするとふっくら膨らむじゃん。おだいぶ、うん、はい、ラングドシャだったらここで終わってたんですよシュークリームの場合、はい、さらにこれを、うん、あのナイフであの切れるんですよ俺、シュークリーム。おーシュークリーム切り込み入れて、はいはいはい、クリームを入れる準備ができます、うん、入れはできないの？入れはできないの？そこは越権行為です。そこは越権行為なんだ、はい、ベテランがやります、それは。あ、じゃあ入れる準備までなんだ。そうですね、そこまでです。週だね、ただの週まで週までしかできない、ね、週まで行きますおい、全然パティシエの彼氏ができたって感じしないんだけどねえ、パティシエじゃないっすよ、ケーキ屋さんで働いてただけなんで。あ、そうか、じゃあバイトはケーキ屋さんだって。高生の時中学、え、あ、え、高校か、あ、高校でした。そうそう、中学生だ児童労働違反だよそれはそれやんちゃすぎるよグッチそうですね、高生の時であって絶対嘘ついて働いてるじゃんその場合はでもこんなさ、ケーキ屋さんみたいな可愛い感じでさ、はい、でしかもそのやんちゃな教授で釣りやったりとかさ、はい、やってるグッチの身長182センチ、高いんだ怖いな、もうそれイカついて、イカついやん。部活は、部活は吹奏楽ですね、うん、あ、スポーツ系じゃないのか、うん、逆にいいっすね。俺イメージの問題ね、これ、うん、はい、吹奏楽部の人間が教授で釣りやってハズレーって言うのなんかな、確かにあんま吹奏楽じゃないね、それやってんの。吹奏楽部がやる行為じゃないよね、サッカー部かバスケ部だよね。そう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 、サッカー部のやつがハズレーみたいなそうそうやってそうだよね。そうよ、ほんといやでもやっぱ目立つのが好きだったんですよね。吹奏楽部であったんですけど。え、何の楽器やってたの？楽器はパーカッションって言って打楽器全般です。あ、へ、その流れから、はい、例えばドラム演奏したりとかさ、なんかその、あ、確かバンド的なこととかってチャレンジしなかったの？バンドやってないっすね。バンドでもやりたいなって思ってた時期もあったんですけど、結局やってなくて、うんうん、まあ、でも吹奏楽でドラムは叩けますよ。あ、そうなんだ、はい、吹奏楽曲によるんですけど、あのスティックじゃなくて変ななんかハケみたいなやつでドラム叩くんですよね。はいはいはい、はい、選手これちょっと貧困崩壊リアルイベントで、ああ、そうじゃん、グッチがドラム叩く可能性出てきたよ、ね、ドラマいいんすか、ドラムいいよグッチでも姿は出せないでしょ。でも確かに出せないっす。あ、出せない、出せないっすね、はい、まあ、前まで出してたんですけどもう出さない方がいいかなって。そうなんだ。じゃあなんかその顔のところにサボテンの紙貼って出るのでもダメだね。あ、まあそうっすね、あの全体的に幕を下ろしていただかないと。過去は出したことがあったってことなんだ。じゃあありましたね。あ、そうなんだ。でもやはりあの体って老いるので、あ、皆さん、皆さんには26でしょ、最も若い状態のグッズボを記憶してもらっておいた方がいいので。まあでも分かるよ、剣士だって、はい、あのかなり昔のね、いい、アーシャーずっと使ってるから変えたくないよね、うん、そういう写真撮り直してもいいようにはならないよ絶対。そういう気持ちで今います。なるほどね。はい、わあ、でも歌いたいな、どっちかというと。あ、歌、あ、じゃあ歌ね、めっちゃうまいとは聞いたよ、その、やろうよグッチ、ね、やります。何らかの形でその形にしようよ、リアイベー姿出せなかったとしても、ね、やりようやると思うんだよ、いくらでも、いくらでもあるでしょ。リアイベーに関してはずっと二の足踏んできてて、あ、一回やろうとしたんですよね昔。ほう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 。その普段一緒に遊んでる限界っていう、はいはい、わかるわかる、なんか界隈があって、うん、オフィベやるぞってなってチケットも販売した瞬間にコロナが流行ってできなくなった。あ、そのタイミングか。そのタイミングです。じゃあそれがなかったらあったんだ。それはありましたね、おひべ。ああ、そうなんだ。なくなったんですよ。もうそれからはもうずっとなんかもう今全然やる気なくて、あれだな、やんないしやんないしみたいな。とにかくグッチを前に出すためにはうん、そのグッチの 3D モデリングが必要だな。あ、まあね、そういうのもあるもんね。的なね、なんかダンシングフラワーみたいな、あのさ、サボテンがこうぐんぐんぐん動きながら、いいねそれ。それで歌ってるみたいなやつ作りてえな。めっちゃいい。いいっすね。いや、イメージ湧くね。イメージめっちゃ湧く。サボテンがぐんぐん動いてんの。いいっすね、めっちゃ。めちゃくちゃいい。家の玄関とかで置いてて開いたら動くやつみたいな感じでさ、何らかの形でグッチが具現化する可能性があるから、ちょっとそれ期待して。具現化。待っといていただければ。はい、じゃあまあいろいろ話してもらったんですけれども、結構な人がね感想を寄せてくれてて、ちょっとまあ話しづらいかもしれないけど、その貧困崩壊の、まあ、イメージとか印象とか感想とか、なんか最後それだけ教えて
もらって締めとさせていただければ綺麗な形になるかなと思うんですけれども、いかがでしょう、はい、まあでもまずはフルコンさんに感謝、うん、おあのフルコンさんとのファーストインプレッションが確かあのジェイスイアマース、あーはい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 、あそうなんだ、はい、あのお酒飲みながらアマースする、お酒やりながらやる企画なんですって、あの俺が企画したからね、愚痴俺紹介し、あそうですよね、そう奈々子さんが主催してくださってね、うん、で奈々子にはそこまで別に感謝はしてない、はい、奈々子さんにももちろん感謝してますけど、ああありがとうございます、ね、それはまあやっぱその、はい、優劣つけるとしたらフルコンさんと奈々子さんどっちに感謝してる、フルコンさんさせやろそんな聞き方したらまああの、うん、フルコンさんにすごい感謝した理由としては、はいはい、テイスアイマースっていう企画で、うん、もう本当に常識外れの大声出したんですよね、ああ、そうだね、はい、そうなんだ、トリッピーって、あったあったあった、お前やろうみたいな、うん、俺は見逃さないぜみたいなやつ、うん、しかもそんなのあったんだ、グッズもキルしたにもかかわらずその常識外れの声出したんですけど、しかもあのバレバレの、うん、バレバレのキルだ、バレバレのやつ、うん、バレバレのやつですね、もう普通なんかそんなバカみたいな大声出してる人とかも置くじゃないですか距離、そこでなんか企画に呼んでいただいて貧困崩壊、うん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 、うん、そっから、まあ、これで拾ってもらえるんだっていうのが、あとはもうトリッピーさんとかもすごいそれから仲良くしてもらってて、うん、ボードゲームとか結構遊ぶ、あ裏とかで、うんうんうん、ボトム4ね、なんか明らかにそのアモアス界隈にとって異物混入な愚痴をアモアス界隈の人間でも荒らしてくれてるのはやっぱり貧困崩壊の村なんで、その点はすごい感謝してます、うん、聞きましたか、貧困崩壊が好きな皆さん、テーペー勢がもう今大喜び、これ台本ですからね、全部あの書いてますこれ全部言わします、もうこれ読んでくださいって奈々子さんから送られてきたんですよこれ言わします、全部嘘です、読んでください、ありがとうございます、ここまではねちょっと取っとかないといけないんで僕はね僕の役割としてここまではちょっとねあのゲットしとかなきゃいけない言葉だったんでありがとうございます、はい、てな感じで今回のタカラジ第5回アフタートークこの辺りにしようかなと思います、最後まで話してくださったグッズボさん、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、次回はアベレージくんです、お楽しみに、はい。